さんこんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回の YouTube 講ではルーディメンツの解説ということで、ロングロールの解説をしていきたいと思います。ロングロールっていうのが、ダブルストロークのロールですよね。これのコツと、練習方法っていうのを紹介していきたいと思います。言ってしまえばダブルストロークなので、ダブルストロークをしっかりと練習するっていうことが重要になってきます。ダブルストローク苦手な人の特徴っていうのが、まず弾んでくる感覚っていうのを、習得できていない可能性があるので、まずスティックを、親指と人差し指、もしくは親指と中指で、つまむように持ってもらって、スティックを一回パトン、パトン、っていう感じで、エネルギーが消えてなくなるまで一回弾ませてみてください。で、こういう時に、すぐ消えちゃう人、っていうのもいるんですけど、その時は結構この中指とか人差し指とか他の指でスティックのここの動きを止めちゃってることがあるんで、この指を一回ちょっと解放して、この二つだけで持つ。で、スティックを長く持ちすぎると、これスティックが重たくなって、弾んでこないので、かといって短すぎても、スティックね、軽すぎて、バウンドできないんで、いいポイントを見つけてください。一番ずっと長く続けられるポイントを見つける。これの2発目で止める。っていうのがダブルストロークになるので、まずはすごい地味な練習なんですけど、このスティックポトンって落とすやつの練習してみてください。そして、ダブルストローク習得のポイントとしては、しっかりとリズムの中で使うということが大事になってきます。なので、練習するときに、永遠にダブルストロークをやるっていうのではなく、やり続けるんじゃなくて、この4分割、例えば16分音符で言うと、タカ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 、1回で4つのまとまりで練習をしたりとか、1回で8発32分音符の感覚で練習をしたりとか、アメリカザリガニ、アメリカザリガニ、感じで、やってみたりとか、1回で3つの音。だから、新幹線を3つ区切りで、やってみたりとか、6連符。清水寺。感じて練習をした方がスピードも上げやすいし、実践に使いやすくなってくるので、なのでロングロールを練習するとき、ダブルストロークのロールを練習するときは、このリズムの中で使うっていうことを意識してみてください。で、有効的な手段としては、チェンジアップという練習ですよね。だから4分音符、8分音符、3連符、16分音符、6連符、32分でダブルストロークをやってみましょう。これスネアの上、スネアの上とか練習パッドの上とかやったら結構弾みやすいので
まあ、ダブルストロークが習得しやすかったりするんですけど、例えばフロアタムとかで使おうと思った時はなかなかこう弾んでくれないので、そこの練習としては太ももでできるようにしてください。こうダブルストロークを太ももって究極にね低反発なので、ここでダブルストロークが使えると、このタム類の低反発なところでもダブルストロークしっかりと扱えるようになるので、ぜひねちょっと隙間時間にこの太ももの上でこうあんまりやると毛が生えてくるという都市伝説があるんですけどね。はい、そんな感じで、まあ、ロングロールぜひこのリズムの中で音符の中で扱えるように練習をしてみてください。ということで本日もありがとうございました。さよなら。